挨拶はまだ考えてないんだけど、アシアです。最近の動画は結構外で撮ったやつで賑やかな動画だったから、今日はゆっくりな動画にしようかなと思った。で、私に実はある悩みがあります。私はね、見た目が多分まあそこまで悪くない方じゃないかなと思ってるんだけど、あの顔はね、顔ちょっと怖い、顔っていうか表情かな、私表情が怖い人間。こんな感じ。よく外とか歩くときに無意識でこの怖い表情しちゃうんだよ。電車に乗ってる時とか、まあ何か自分のこと考えて外歩いてる時とかで、私あの見た目も多分目立つ方だから、外を歩いてて人に結構見られるんだよ。これはムカつく時あるんだけど、外を歩いてて人に見られて、それで目が合っちゃうことがある。で、目が合っちゃった瞬間に私すごい怖い顔するんだよ、いつも。なぜかそれ多分守る的な本能かな。だから日本人に、あ、ちょっとあの人怖いなって思われると思う。まあ、それは自分は別に気にしては特にいないんだけど、時々ねそれについて言われることもあるし、それで嫌な顔したくないんだけど、無意識で嫌な顔になっちゃうっていうことがある。で、ロシア人はみんなそういう特徴があるらしいんだよ。例えばロシアでどっかメトロに乗って普通にね、みんな怖い顔すると思う。まあ、よくわかんないんだけど、それについて聞いたことある。多分あの人があんまり笑わない、まあ、それロシア人だからね。で、自分もロシア人だから無意識で怖い表情することがある、ほとんど。だけど、まあ、私ロシア人だからっていうじゃなくても、例えば学校の時にね、私学校で勉強してた時に先生によく、なんであんなびっくりした顔するって言われた。あ、こんな感じ。えい、マルダナはクトヤ、え、どうした、なんであんなびっくりした顔する。はい、だから私も昔は怖い顔じゃなかったんだけど、びっくりした顔が得意だった。で、今も多分そのびっくりした顔できるんだけど、どっちかっていうともう怖い表情になっちゃった。だからちょっと私にもこういう悩みがあるから、もし同じ悩みがある人いないかな、それについて何かご意見とかがあったら、ぜひコメントに書いてください。で、私はこんな怖い表情するってことは、私は何か悪いこと考えてるとか嫌なこととかっていうわけじゃなくて、それちょっと自分でも困ってることだから、あんまりね、あんまり気にしない方がいいと思います。はい。で、ちなみにそれだ、今日は7月1日ね。で、今日は朝起きたら登録者数は700人になりました。今は701人なんだけど、超嬉しい。これは7月まで700人いかないかなって思ってたんだけど、やっぱりそれが、まあ、奇跡が起きたかっていうかわかんないんだけど、登録者数が700人になりました。で、私の目標は7月の終わりまで2000人っていうのはちょっと多いんだけど、これからね動画毎日投稿したいと思うから、7月の終わりまで登録者数2000人頑張ります。はい、登録、コメント、ご評価とかありがとうございます。バイバイ。